里崎チャンネル。おちゃ。こんにちは。はい。ちょっと最新ニュースが入ってきました。たった今入ってきましたね。たった今です。うわー、びっくり。はい。ソフトバンク、はい、福田選手、うん、FA でロッテ移籍決定です。わー。やっと決めましたね。そうですね。でもやっぱりね、各まあ三馬も鈴木大地も福田もそうでしたけど、はい、やっぱりファン感が終わってからですよね、はい、やっぱ発表は、はい、そうすることによって、まあ、一段落つくっていうところで、うん、ということで結果的にロッテは楽天から三馬投手と、はい、ソフトバンクから福田選手2人 FA で取るっていう歴史的快挙。もう時代が変わってきて、でもこれね、はい、まあ、今ニュースでどんどん流れてますけど、はい、その福田選手 その FA でロッテ移籍の決断がですね、はい、まあ、いろんなソフトバンクで苦しい時期にやっぱりその今ね現在ロッテでコーチしている鳥越コーチにすごくお世話になって、はい、鳥越コーチの存在がロッテ移籍の後押ししたっていうところがあるとって言ってたんですよね、はい、やっぱ奥さんはその家庭的にはね、奥さんは福岡に残ってほしいっていう気持ちがあったらしいんですけど、うん、まあ、福田はそう、ね、ロッテに移籍を決めたっていうところで、うん、まあ、家庭の問題もあるから、まあ、そこは難しいところですけど、はい、まあ、ロッテ要素、いやロッテ2人、はあ、しかも福田選手は FA のランクが C ランクなんで、はい、保証がないんですよ。あ、人的保証いらないんだ。いらないです、いらないです。何お金も何の保証もないんですよ。ただ来てくれるっていう。そう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 。だからかなりね、はい、だから三馬投手もね、そのなんか一部の情報によると、はい、井口監督とマネージメント事務所が一緒やっていうところで、はい、だからその井口さんと鳥越さんに、うん、まあ、ついてきた FA っていう可能性は十分にありますけど。へー。で、まあ、福田選手はですね、もともとですね、高校生の時にドラフトでロッテが1位で行こうとしてたんですよね、はい、でそこで、うん、ボビー・バレンタインの判断で、はい、大峯雄太に行ったんですよね。でその当時のホークスと、はい、抽選になってロッテが引いて、はい、大峯選手がロッテ、うん、で福田選手はそのはずで1位でホークスに行ったんですよ、はい、っていう歴史もあって、はい、だからロッテとしてはそのまあ古い恋人に帰ってきてもらうっていうね、うん、やっとなんか相思相愛になれたというか、そうですね、来てくれたっていう感じなんだけですね、はい、だからそういった面ではね、はい、まあ来年、うん、2020年開幕がホークスとロッテらしいですよね。わお、はい、福岡で、うんうん、ホークスの本拠地で、はい、だそこにね、うん、ホークスキラーの三馬投手がね、はい、井口監督がなんか地元の応援会カモメ会の、うん、壇上でね、はい、三馬投手も開幕投手の可能性ありますって言ってましたけど、あ、なんかすごいワクワクしますね。ねえ、うん、でも荻野がね、ロッテの年代では荻、はい、野がベストナイン取りましたから、うん、おめでとう。ね、よかったですね。でもそしたら外野もね、ちょっと競争っすね。え、どうですかその枠としてはロッテ。だからまあ今年で言えば、うん、角中、荻野、うん、マーティ、はい、もしくは清田、はい、とか岡、はい、とかいますよね、まあ、結構今年の前半は加藤翔平がすごい調子良かったんですけど、はい、ナイアガラとしてね、はい、ナイアガラですか、ナイアガラ滝、はい、いやいやだったんですけど、まあ、だからそこに福田が入ってくると、はい、だからまた外野がね、だからまあ今年の成績で言えば荻野以外は競争ですね。そうですね、はい、でもこれ福田選手ロッテに入ってきたじゃないですか、はいはい、で選手って常に波があるって言ってたじゃないですか、はいはいはい、もしかしたら来たはいいものの出られない可能性もなくはない、まあ十分ありますね、うん、十分はありますけどチャンスはありますね、はい、だからその前半にそのシーズン前半にどこまで頑張れるかっていう、うん、そのスタートダッシュがやっぱり FA 移籍した選手は大事ですね、はい、だからそこのまあだから3月来年3月20日、うん、今年より1週間開幕早めになりますけど、はい、その3月20日で、うん、まあその前のオープン戦も含めて、はい、どうなるのかっていうところは、うん、あとはね、情報によるとその角中とか清田にも、はい、ファーストミットを用意させるって言ってたんですよ。へえ、まあ、鈴木大地がいなくなって、はい、そこでのマルチプレイヤーが減るんで、うんうんうん、あとはやっぱその福田が来ることによって、はい、外野がね、はい、埋まっちゃうから、うん、ファーストを守らす可能性もあるっていうところで、はい、ちょっと守備位置の大シャッフルが行われる可能性はありますけど、うん、いて使いどころに困るって最高じゃないですか。そうですね、まあ、だって層が厚くなるっていうことね。そうです、そうです、はい、うん、だからチームとしてはいないよりいた方が絶対いいんで、はい、そこの層が厚くなることによってどういう戦い方ができるか、
で、まあ、足もあるんでね、はい、その井口さんがやりたい足を使う野球っていうのも体現できますし、うん、はい、そういった面では、まあ、面白い存在がチームに来て来年、うん、面白いですね。そうですね、はい、だって、まあ、三馬投手と鈴木大地選手の FA だったら、まあ、人的補助がこれから発生してくるんですよ、うん、そうですね。福田選手、そう思うと C ランクの FA ってまた、いや、大きい大きいです。違った意味でまたいいですね。そうですね。しかもまあね、まあ、今の伸び盛りでもありますし、はい、うん、あとはね、1年間出た時にどういうポテンシャルを出せるかっていうところは、うん、ここからはね、本人も勝負ですけど、はい、でもね、ソフトバンク、福田いなくなったじゃないですか、はい、ソフトバンクにもね、またややこしい情報が入ってきてるんですよ。え、なんですか？バレンティン、ソフトバンクに入るかもっていうね。そうなんですか？いや、メディア、ネットのニュースにも出てたんですけど、はいはいはい、その調査みたいな感じで、はい、これでもしバレンティンがホークス入ったらやばいっすよ。だってもし、だってしかもバレンティンは日本人選手扱いになるんで、はい、うん、外国人枠関係ないんですよ。じゃあもう、外国人枠じゃなくて、そうなったら日本人として出られちゃう、はい、グラシアル、デスパイネ、はいはい、バレンティンが並びます。怖い。もし行ったらやばいっすよこれ。もうどんだけ最強になってくんだって感じですね、はい、怖いな。だから下手したらね、バレンティン、はい、柳田、うん、でライトにグラシアルとか、はい、もしくは中村晃とか、はい、もしくは上林がちょっと今年調子悪かったですけど、うん、復活したりとか、うん、まあ、長谷川とかもいるし、はい、とこ入って、あと牧原とかもいるし、はい、いやいや CS 見てて思いましたよ。どんだけ層が厚いのこのチームっていう。しかももし本当にバレンティンが行ったら、うん、まあ、まだこれはね、どうなるか分かんない、ただの噂の域なんで、どうなるか分かんないですけど、はい、もし行ったらやばいですよね、うん、いやいや、やばいですよ。どうやったらソフトバンクに勝てるんだっていう、なんかもう、怯えてきますよね。これでもまだパ・リーグ、来年面白くなるっすね。いや、面白いですね。いや、まあ、その戦いも楽しみですけど、いろいろ今まで動画撮ってきたじゃないですか、はい、FA の会見で。泣く選手がちょっとまあ理解できないとか、まあ、人的補助はやめた方がいいとか、今からまだそのリアルな話題が待ってるわけですよ。待ってますね。待ってるんですよ。いや、里崎チャンネルにはね、はい、嬉しい限りですね。しかもね、今本当な情報ですからね。いや、そうですね、はい、今から違うやつやろうかと思ったらね、はい、ここに来てね、はい、福田選手決定っていうね、ロッテっていうね、はい、しかも理由もね、しっかり述べてましたし、はい、いやー、面白いですね。福田選手の場合、その鳥越さんにお世話になったっていうのはあるわけですけど、でも佐藤さん言ってたわけです、うん、FA で出る理由として、うん、この球団にいたくないっていう人もいるぐらい、はい、まあ、球団に魅力がなかったら行きたくないし出たいわけじゃないですか、はい、だからロッテっていう球団がもちろんもともとものすごくいい球団だと思いますけど、うん、どんどんまあ魅力的にもなってるっていう意味でも、うん、いいですよね、捉えられるじゃないですか、はい、だからもうパ・リーグもやっぱりホットになってきましたね。だって今年でね、ソフトバンクが勝って、はい、日本シリーズも35勝、うん、35勝になりましたしね、はい、うん、いや、いいパ・リーグもいい、なんかこう、人気が、人気のセ・リーグとも言われてますけど、はいはい、パ・リーグもすごくなんか、ね、いいですよね、どんどん人気も出てきて、ソフトバンクからロッテにね、はい、FA してくる選手がいるっていうことがすごい。そう、もう時代がね、変わりつつありますね、はい、楽天に毎年今 FA で入ってきてますからね、そうですよね、うん、でもね、はい、オリックスも来年強いですよ。あ、そうなんですか。だって山本由伸、はい、山岡、うん、で坂木原、はい、いて、うん、でもし田島とかがうまく回って、はい、行ってたら、うん、ディクソンも抑えでうまくなってきてるし、はい、であと吉田正尚、うん、いますね。野手がもうちょっとグワッていったら、はい、これ面白いですよ。そうですね。いやいや、まあこのベストナイン出ましたけど、はい、内野ほぼセーブだったじゃないですか。そうですね。でしかも浅村選手入ってましたけど、はい、元セーブと思ったら、まあまあまあ、こんだけセーブの人材すごいな。だから言ったんですよ、セーブファンの人に、はい、セーブ、うん、FA の制度がなかったら、はい、もう5連覇ぐらいしてんでって。そうですね。だって岸投手も浅村選手も出てるんですもん。そうそうそう、はいはい、だからメジャーベストしてもね、中世投手もね、はい、だからめちゃくちゃいますからね、うん、だからそのセーブもね、はい、まあこのまま行けば秋山はね、うん、抜けることになりますけど、はい、まあそこにね、うん、誰が入ってくるのかっていうところも注目ですし、はい、まあ西武はね、いなくてもポン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 出てきてるっていうところでね、うん、面白くなりますし、はい、あとドラフトの評価でね、うん、日本ハムも、うん、社会人代表のピッチャーを揃えて、はいはい、もう来年は勝ちに行くよっていう姿勢を示してるんで、うん、その栗山監督のね、はい、その意気込みとその戦略の中でどう戦うのかって考えたら、はい、パ・リーグ6球団やばいっすね。いやー、うわ、すごい楽しみ。そうっすね。はい。
でもね、もう終了の合図が鳴ってしまいました。今チャイムがね、あららら鳴ったっていうところでですね、はい、今日はですね、はい、もういきなり入ったニュースなんで、はい、ノーカットでここまでお伝えしましたけど、字幕がどのぐらい入ってるか、そうですね、でもね、ポンと出しますけど、はい、まあ来年ね、パ・リーグも楽しみですし、はい、まあ、福田選手とね、三輪選手はロッテで頑張ってもらいたいし、はい、まあ、鈴木大地選手はね、楽天で頑張ってもらいたいし、はい、まあ、パ・リーグの全選手が頑張ってですね、まあ、パ・リーグまた盛り上がっていってほしいですね。そうですね、はい、じゃあこの後は FA の会見、そうですね、はい、楽しみです、はい。